この試合もピックされるかもしれないし、バーンされるかもしれないっていうのを注目したいですね。さあ、お待たせしました。本日の最終試合、デトネーション VS GG ニュータイプセカンド、ブルーサイドデトネーションゲーミングが、まずはケストレルをバーンしてきました。ケストレルバーン、フレックスピックをやらせたくないということのように見えますね。かなり、まあ、謎を生むバーンですね。となるとどうですかね、イドリスを取りたいようにも見えますよね。確かに。GG ニュータイプセカンド、これ見てどうするか。さあ、イドリスをバーンするか、それともキャサリンのような強力なキャプテンを抑えておくか。キャサリン、さあまずはキャサリン。となるとさあ、デトネーションバロンとイドリス両方入ってるときはバロンを取ってましたが、さあしかしここはイドリスを選んできます。答えはイドリスですね。結果イドリス、まあ、色のフレックスにもなるイドリス、ダブルバンでは非常に有効に採用するのは当然ですよね。今までだとバロンをここで取っていたんですけど、こうイドリスにしてきたということはやはり、まあ、クリスタルもウェポンもいけるということと、相手にバロン取られたとしても、このイドリスだったら勝てると、まあ、そういうことなんでしょう。 GG ニュータイプセカンドもこれを見てどうしますかね。バロンを取るか、ま、ライラなどの強力な、いやここはブラックフェザーイドリスに対抗するエレー系と、そうですね、やっぱりここのブラックフェザーピックはかなり増えそうかなというのと、そしてこれウェポンブラックフェザーで使える可能性を残すためのスカイバンですね。さあこの 2.7 でもスカイは当然ブラックフェザーカウンターと、まあそうですね、まだ言える存在ですからね。やっぱり追いかけていく相手に対して非常に強いので、ここはバンをしてきましたが、クラルバン、デトネーションはクラルバンとサムエルを取りたいように見えますね。デトネーションゲーミング、さあ GG ネタブセカンド、ここサムエルを取り上げる可能性もありますが、そうなるとしかし確定してしまいますよね。そうなんですよね、確定してしまうのでタカなどのカウンターを取られやすくもなるという非常に難しいバンスピックに今ね、さあここは一度ライラなどを取ってお茶を濁すか、それとも攻めるか。さあここはグレース、うん、キャプテンを取って一旦相手の出方を伺う形にしましたね。となるとこれはデトネーション的には狙い通りだと思うので、サムエルピックになるんじゃないかなと思いますね。さあとなるとウェポンイドリス、ジャングルサムエルということなんでしょうかね。ということになると思いますが、まあ、はたまた別のことを考えているかもしれませんね。さあまずは強力なキャプテンライラです。そうですね、まあ、イドリスと組み合わせるライラ非常に強力だと思いますし、ここにサムエルも来るとなると、よりレンジを回復をしながら相手にダメージを与え続けることができるので、かなりいい構成になるかな。まあそうですね、 CP レンジを置くのが無難ではありますよね。無難だと思います。合わせる、まあ、ウェポンのヒーローというのはウェポンジャングルは難しいですかね、まあ、唯一タカなどが嫌ですかね。カウンターとしてここでイドリスな、あ、ここでサムエルなど置いた時の嫌な点はタカ、いや、あとは、まあ、コシカとか、まあ、レーザーも若干嫌ですかね。使えるのであればですけど、レーザーも若干嫌な敵にはなってくると思いますが、まあでもレーザーのドカンターといってイライラもいるので、トラブルメーカーが打てなくなるというのを考えると、レーザーは取りにくいから、タカなどは考えていって、今ちょっと悩んでますかね、デトネーションとしては。ですね、まだブラックフェザーしか見えてない今ですので、ここでジャングル確定させる、そしてイドリスの色も決めないといけないのは難しいが、ランス、これは新たなプロテクトキャリー構成、プロテクトキャリー構成、クリスタルイドリスウェポンランスですか、になりますね。これは GG ニュータイプセカンド、なんとしてもイドリスを倒しに行く構成にしないと厳しいので、尖ったダブルメレー構成にしていただきたい。ダブルメレーがいいと思いますですね。相手はあのレンジですからね、イドリスはタカでいいんじゃないかなと思いますけどね。うまくランスの外視は一つタカだと当たりにくいですし、相手をかく乱することもできるの で、ね、ブラックフェザーとタカが同時にイドリスに飛び込むことさえできてしまえば、かなり有利な集団戦を展開できるかなと思いますが、はたまたレンジを取ってイドリスを遠距離から一方的にいじめるというのも選択肢として上がるので、すが選んだのはクリスタルフォートレス。これはまた尖らせてきましたね、まあ、確かにエレー相手には刺さるんですが、めちゃめちゃ刺さりますね。なのでイドリス相手にはどうなんでしょうかね。ただ今回ブラックウェザーというところで移動速度、まあ、相手を追いかけやすいということでイドリスに手が届きやすいですよね、比較的、まあ、外車の壁などをウルトでブロックしながら突き抜けることもできますし、はい、そしてその後に、まあ、通常攻撃を打てば打つほどブラックウェザーとフォートレスの流血スタックっていうのはすごく噛み合いがいいので、はい、ブラックエーザーとフォートレスという噛み合いの良さと、そしてしかも、フォートレスの A スキルに相手、ね、味方をね全員移動速度上げるという役割もついているので、まあ、かなり刺さってはいると思います。もうフォートレスの A スキルをウォートレットのような形でみんなで走って飛び込み、かつ奥まで入り込んで、強引にまでも入り込んで、イドリスを触る、そしてイドリスを落とすと、まあ、このランスをフロントラインとして用いるときっていうのは、ラン
スはもうほぼ火力っていうのは一つと外車しかないので、後半はもう、まあ、後半はですね、火力出ないですよね。序盤はすごく強いんですけど、中盤も10分超えたあたりから火力っていうのはどんどん落ちていくので、もうそうなった、まあ、もちろんねスノーボールしてどんどん勝ってる状態、デトネーションがかかってる状態だとランスずっと強いんですけど、一回その流れがブツッと切れてしまうとランスは本当に活躍するのが難しくなるので、まあ、GG ニュータイプセカンドとしては耐えに耐えてフォートレスレベル6で有利を一つ築くことができると、ランスはどんどん衰退していきつつ、イドリスに向かって、みんなで飛び込む非常にいい、キャッチ構成にはなってるかなと思うので、問題は CC が薄いことですね。ブラックフェザーにはスローしかない、フォートレスにもスローしかない、そして、グリースにはスタンはホーリーノバしかない、祝福はスロースタンがないんですよね。アイドレス相手にホーリーノバーっていうのは非常に至難の技と、簡単に使えるスタンがないので、まあ、移動速度はめちゃめちゃ上げやすいということで追いつくことは多分簡単だと思うんですけれども、代わりに追いつきはするが、もうあらゆる手だけ手を使われて逃げられてしまうと追いかけるスキルが何もなくなって、逆にこっちがめった打ちにされるってこともありえるので、そうですね、ピールの一つ外視野に当たってしまったらチャクラムの往復を何発もらうんだというような状況になってしまいますから、このもう正真正銘イドリスを捕まえるか逃げられるかというような本当に極端な試合展開になるんじゃないかなと予想されますね。そうですね、まあ、ただ序盤っていうところはそんなに大きな動きっていうのはないかなと思うので、逆に非常に弱いフォートレスに対して序盤非常に強いランスが攻めるというような未来もあるかもしれませんね。そうですね、それがレベル6以降のところでフォートレスが育ち始めてどん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 形勢が逆転していくっていう形になると思うので、まあね、まず序盤辰木選手の動き、そして、ね、レベル6でムク選手がうまく仕掛けられるかというのを、ね、特に注目して見ていきたいですね。さあ皆様お待たせしました、本日の最終試合となっておりますデトネーションゲーミング VS GG ニュータイプセカンド試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドデトネーションゲーミング、勝者予想は 79% デトネーションゲーミングサイド、ムク選手ちょっと倍ができてないのかしなかったのかですけど、ハート買ってポーション買いすぎたんでしょうか、しかしポーションは売っても一緒ですからね。ハート買って戻って、はい、行ったというか、歩きながらポーション最後に1個追加購入しただけだったんですよね。なので、なるほど、狙ってこれにしてると思うんですけど、さあこれはこの200最速、まあ、ストームガードを狙ってるならば、まあなんとなく最速ブーツストームガードを狙ってるかもしれないですね。なるほど、であれば確かに分かるビルドかなというところなのと、あとはあと触れてなかったですけれども、スーパーセル選手ではなくて、今日はキャプテンが南選手とですね、今回は南の登場です。さあ最強のスーパーサブ南が、以前はジャングラーとして、ね、姿を見せてくれましたが、まあそうですね、今はジャングラーとして練習してるっていう情報はいただいてたんですけど、今日に関してはキャプテンとして出てきましたね。そしてムック選手は奥だけ買って完全にリコール、さあこれでさあストームガードを速攻で買いました。ウースはただ足りないですね、やはり全部枯れてないので、うん、まあ、しかしこのビルドパスをするのであれば、うん、まあ、この買い物は確かに理屈的にはありません、ミスではないと言えるでしょう。そうですね、300ゴールド何か買ってしまっていたら、今旗をストームガードの旗を買うお金は残ってなかったので、ええ、最速ストームガードを狙っているというのにはいいビルドだったと思いますね。これによってファームはどんどん速くなっていくので、まあ、相手のランスよりも周回差をつけて次の2体目のエルダトレントは先行して触る可能性もありますね。さあお互いのキャプテン相当ミニオンに対してプッシュを手伝っている感じですね。かなりミニオンが溜まっているので、ちょっとこれは手伝ってあげるのと、あとは周回的にここで今押し切ったデトネーションは綺麗に下に寄ることもできるので、ローテーションのことを考えても、さあシラウドから、さあチャクラム十分なダメージ、いやー、そしてオメガにすごいダメージですね。クイズがずっとオメガを殴ってるので、さあ一つはここは向く家うまく避けていくが、ガイシア、いや、そしてシャクラムがオメガにダメージ、さあホーリーノバしっかり避けて、さあ半レンジのようなこのランスの射程からしっかりメルヒーローに対していい通常、そして通常が AOE というランスの存在、一つガイシアビビオイヤルリコール、うん、シャクラム打ってたらキルになっていたかもしれない。しかしクールダウンがなかったですからね。そうですね、湧いてなかったのでしょうがないかなってところですけど、うん、いや、やはり序盤のランスの火力はやはり通常攻撃もバカにならないので非常に厄介な存在です。対してフォートレスは何もしてあげられないですよね、この時間帯に関しては。そうですね、致命傷を与えるのみということになってます。かなりきついですね、この時間帯のフォートレスは。そして逆にランスはこの時間帯どん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 圧力を作り出していきたいですね。
最速ストームガードによって、まあ、周回差というものを極力減らしているような形です。さあブーツからストームクラウン向かっています。レベル6ストームクラウンができたタイミングとほぼ重なるので、そのタイミング非常に強いんですよね、このフォートレスというキャラクターは。さあプッシュ間に合いました。ビビロイヤル切って降りる。さあここはファームに戻ります。フォートレスもしっかり買ってオメガと一緒にお金を稼ぐという動きになっております。お金を吸う動きをしてますね。さあストームクラウンは4分のあたりで完成しそうです。さあタツキは一つ会社を狙ってもおかしくない。このタレット下に相手を押し込めているときの一つ会社当てやすいですからね、こういう形ですね。そうですね、かなりのダメージ。さあ一つ会社かなり荒らしている。今のようにタレットのフォーカスが怪しいが、さあタツキに向いた。さあタレットがかなり向いてしまっているが、さあオメガ近づいている。一つ合わせる外視野ですが上。さあこれはチャクラ巻き風、しかしタツキに対してもいいダメージが入っている。さあしかしビビロイヤル、そしてビビクイズがいるので当然上の圧力が強いですよね。そうなんですよね、これができるのでライライドリスっていうのは本当に昔からかなり相性がいいかなっていうふうに思いますね。さあ逆に近づいていったが、さあしかしタツキがかなりダメージを待っているが、もう一つこれは南外視野、しかしギリ届かいが、おっと斜めにしっかり合っているが、チャクラムが上がっていません。これは限界ですね、これ以上は。そしてデトネーションは下に降りていって、またしてこれでビビロイヤル分かる道完成、フロストバン完成です。さあ相手側から上に上がってきますね。もう徹底してプッシュしてタレットの強くをかけに行く満々です。あ、かけに行く気満々ですよね。ええ、さあ一つ早めのタイミングだが、取ったらしかしこのダメージが大きいがムクが取っている。さあしかしこれやはりこの 1on1 明らかに相性が悪い、かなり蹂躙されてしまっている。ウルトを覚えるまではちょっとムク選手として勝てるマッチアップじゃないと思いますね。ですね、逆にウルトを覚えてしまえば一つや外視野を避けれたりとかするのであればかなりダメージとしては勝てるかなってところなので。さあ面白い位置に一つを打ちましたが、ここは外視野、その間にタレットが大きく削る。さあ祝福で時間を稼ぎたいところですが、さあタツキの圧力、さあムクはまだレベル6遠いですね。さあ近づいてるが今6レベルになった。逆に一つ、さあ泣きました、群れの襲撃だが、さあ外視野で守ることもできるが、さあここは全力で下がる。ここは全て処理されてしまったが、致命傷がかかったままだが、さあブーツを使って、うーんちょっときつい、まだ再生の泉は残しているが、さあオメガ、さあ再生の泉使いました、かなりのバースト、すごいバースト。さあファーストブラッドを獲得したのはデトネーションゲーミング、しかしタレットをもらってしまった。タツキも落ちる、うん、さあどうだ、ムクイエバースト足りるか。さあしかしこのヒットアンダーウェイだけでも十分強いですね。また2、3秒後には今の1番、2番のコンボができるので、そうですね、仲間の近くにいれば足が速くなるというパッシュを持っているこのフォートです。なのでヒットアンダーウェイの動きはできますよね。この1、2のコンボが強いんですよね、このクリスタルフォートです。まで使っているが、100グラム奪えるか、うん、早かったですね、ムクが。さあしかしオメガが近づいている、うん、ただレベル5だとちょっと追いかけられないですね。バラン革命がないですかね。さあ着々とイドリスも育っているが、さあまだまだタツキも強い時間帯です。10分あたりまではピークでしょう、ランス。そうですね、10分過ぎくらいまでが一番強いところだと思うので、特に今回に関しては今勝っている状況ということもあり、もうちょっと強い時間帯長いかなと。うん、ファーストタレットを当然狙ってくるでしょう。コンバトロール通常、一つはうまく避けているオメガ。さあしかしそれでもかなりのダメージ、通常が痛い、通常大きいですね。さあ胸刺激早めに使っているが、さあテクノモーションを使ってオメガ前に出すぎ た一瞬のバースト、チャクラムをもらってしまう。さらにミニオンキャンディ、さあこれはムク折れますね、これはどうしようもないでしょう。さあこれは悠々とファーストタルトを追っていくのはデトネーションゲーミングという結果になります。さらに金庫弾やるでしょうね。でこれフォートレスも群れの襲撃がないので、吠えて相手を止めるということもちょっとできなさそうですね。さあコンバットロールでタツキも睨んでいます。さあ外射1つで、いや、はい、意外とダメージが出ているムクイエ、ストームクラウンなのでミニオンに対してのダメージはしっかり出ますよね。取れたのはムック選手になりましたが、まあ、その間に金鉱山取れているのでデトネーションとしては十分な利益の取れた一連の動きになりましたね。さあそしてタツキは2手目はアトラスの健康に向かう予定みたいですね。
で、ムク選手は2手目に、アフターショックが出来上がったので火力としてはかなり出る方ではないでしょうか。そうですね、このイドリスに対してだったら一瞬でかなりダメージを持っていきそうなビルドパスになっています。 1-2 のコンボを入れたいですね。 A スキー B スキーと当てれば結構なダメージになるので、そのダメージを使いつつ群れの襲撃を打つということがしていきたい動きになるかなと思いますね。さあクリスタルインフュージョンを飲んでいますビビロイヤル。コンバットロール一つは避けて、さあしかし狙えないオンポイントだけ。さあ通常のダメージ痛いハローブレードのみなんですが、いやタツキはこれフロストバーンに行きますかね。面白いビルドパスですね。さあ外車取った、タツキが外車で取っていく。しかしタツキに大きなダメージが入っている。さあ2連だが後ろからのチャクラムなんというダメージだ。さあビビロイヤル完全不利な状態になっている。外視野で守ってとんでもないダメージ、シマーストライクフィニッシュ。さあこれは完璧な形、いやーこれは完璧なプロテクトキャリー構成達成といったところでしょうか。ビビロイヤルトリプルキルを決めて3000のエースを獲得です。ドフリーでしたからねこのイドリスが、ずーっと中華チャクラム投げていて、いやあの狭い場所はチャクラムが完璧に刺さると。そうなんですよね、いったところでしょうか。あの細いところチャクラムがずっとダメージ出し続けてましたからね。さあ青とリプレイの前にですが、さあ集団戦になりそうだったので戻ってきました。いや十分なダメージ、だいぶ育ちましたからねイドリスも。いやすごいダメージですねイドリス、2つ出来上がってからの火力が本当に高いですね。そしてねジャングル根こそぎ奪うことも余裕でできますねこれ。さあクリスタルセントリーもというところで、さあ先ほどの前から捕まえたんですけど、ここですよね、まずチャクラム1回目の往復がすごいダメージ、僕の強化体力がなくなりましたね。そしてここで2回目のチャクラムの大バースト。さあさらに、さあこれは戻ってまいりました。そしてディバインヒール使っているが、ディバインヒールお構いなし、タツキの火力。さあ群れの襲撃使いますが一瞬で溶けている。チャクラムを一瞬でもらえば、この固まり具合だと群れの襲撃一瞬でチャクラムでなくなりそうですね。意味ないですねあんまり。ああ、そしてオメガは帰れず。さあタツキに睨まれているが、さあここはなんとかシュンダード。さあ一つ、いやいいダメージだ、まだまだ強い。さあここはコンバトロールで一度下がりながら、いやダメージがちょっと止められないですね。3つ目が出来上がって、このイドリス、いやーオルタカルド完成してしまった。今もはやこのイドリスを止める存在はこの強固なフロントラインプロテクトキャリー構成。いやーこれ漏れるんじゃないですかね。僕はクルーシブル使いますが、ガイシアでムクの動きが止まる。ホーリーノバ、さあ2人当たっているがビビロイヤルはフリー。チャクラムで折り切った。さあ胸の襲撃、ここカウンター狙いたいところ。ガイシアが今上がっているが、さあオメガ、いやとんでもないダメージ。さあしかしオンポイントあったことによってディバインヒール間に合っている。さあしかしその間にグレースが落ちている。さあビビロイヤルキャリーをしきれるか。さあガイシアで決めてダブルキル、ビビクイズすら倒せない。これがプロテクトキャリー構成です。チャクラムガイシアがうまかったですね今の集団戦に関しては。チャクラム投げた瞬間にガイシアをして1箇所に集めたことによって、しっかり往復の返ってくるチャクラムを相手の複数に当てることができている。いやそうですね、かなり地味ではありますが相当な仕事量を持っていますね。いやすごいダメージですね。やっぱりプロテクトキャリー構成するのであれ あればこれくらいのダメージを1人で出せないとあんまりそのプロテクトキャリーする意味ないので、うん確かに。でアフターショックですか、タツキ選手はこのシールドをかなり積まれるであろうタイミングでのアフターショックですね。これは面白いビルドパスになりそうですね。まあ、クリスタルを上げるのはランスには非常に噛み合いがいいので、ジャングルランスをやる上でサローサローで最後フロストバーンとかって積む選手も結構いるんですけど、アフターショックあんまり見ないので、面白いビルド1つの火力はかなり上がりますが、さあ一つ通常の火力がすごいんじゃないですか。いやかなりのダメージ、ディバインヒールをとっさに使う南。さあ群れの襲撃で対応していきたいが一瞬で処理されている。ビビロイヤル完全フリー、外車3人に決めている。一つは苦しみでブロックしました。ビビクイズだけでも落としたい、なんとか落としている。さあしかしここはシマストライクで下がって完璧なフリー状態、全くビビロイヤルに手が届かない。報いへなんとかタツキだけでも落としたいという動きでしたが、またしてもトリプルキルを決めるのはハードキャリーイドリス、ビビロイヤル 3-0 のエースを獲得となります。どうしようもないくらいもうこのイドリスに手が届かないですね。エコーからの、帝国の紋章、あ、ごめんなさい、窓結界によって、フォートレス吠えた後の A スキル何もできなかったですね。なるほど、窓結界をエコーで使うということで、エコー窓結界によって全く動けてない間にこれはもう群れの襲撃全部
除去されてしまっていて、いやーハードキャリー時代に なるであろう 2.7 パッチで、これはまた革新的なピック。いやー相当きついですね、このムク選手のフォートレス。何もさせてもらえなかったですからね。まあ、このフォートレスを起用するというの面白いピックではあったんですけれども、しかしそれでも青いドレスに届かないというこの強固なフロントライン。そして狭いところでの戦闘はやはりランスが強いですね。外周は一つが当てやすい。さあ13分半でこれをやって10ゲーサです。お金さ、あーアフターショックのいいところは見つかりましたね。一つかなりスキルの回転率が上がるところですかね。それによって外周は一つかなり打ちやすくなってるなっていうのは印象にありますね。まるでキャプテンじゃないかってくらい回転率はいいので。なるほど、これによってスキルをガンガン使った相手の足止めをすることができると。さあ一つコンバットロールで前に出て、さあこの間に犬が届かない、全く届かない。さらにシマーストライクで隠れて、さあしかしムクイエスで届いたが、しかし外視野でフォローしている。さあかなり固まっている状態だ。チャクラも見えない、どこに打ってるかわからない。さあ届いているが、さあ倒した、倒しているが、さあ残ったオメガのヘルスもかなり苦しい状況。しかし相手はキャプテンしか解けていないが、そのタツキ兄者の体力が全く削れていません。異常に硬いこのランスに対してムックイゲでは何もできない。さあコンバットロールでフィニッシュ。オメガもどうしようもないですよ、これも時間稼いで入らせないだけでも十分か。ワンチャンスリコールがここですればできるかなって感じですけど、何とかなりますね。イースにはならず。だがしかしイドリスを落とすのにあの時間のかかり方ではちょっともう無理ですかね。とんでもなく時間がかかっていたのでですね。まあもともとそうですね、フォートレスしかしバース高いんですけれども、いやただやっぱりイーボーバーベスを4手目に選択したのがいい選択だったと思いますね。これによってチャクラムをビュンビュンさせてる間にすごい回復していたので、まああれだけ固まればダメージも出しやすいですからね。かなり回復されていて、でも倒した時にはキャプテンはいなくなってたし、2人とももうローヘルスだし、どうしようもないというような形になってましたね。さあイドリスに手がかかったにもかかわらず、まだまだ未来が見えない GG ニュータイプセカンド。まあお金さ10ケー差っていうのはもちろんさることながら、ちょっとレベル差がひどいので、まずはオメガとムクが12になることが先決ですね。むしろよくレベルが2レベル差あって勝ったなっていう集団戦だったと思うので。おっとビビクイズをキャッチするか。いやただ意味がないですね、ダメージの。オメガがむき出しになっている。さあここは一気にキャッチしていくか。さあクルシブル、ホーリーノバクルシブルです。ウルトがこれでなしになってしまった。さあ足止め、ガイシア、しかしムクはまだ動けます。さあ窓の扉まで使っているビビロイヤル。さあしかしムクは逆カウンターを狙いました。窓の扉にしっかり乗っていきましたが、シマストライクで一度下がる。さあさらに2個目のクルシブル、いやさあこれは止められない。イドリスを捕まえられず、3-0 のエースを獲得したのはデトネーションゲーミング。さあこれはエンドイットでしょうかね。そうですね、先ほど綺麗に削っていたのでこれをしっかり折り切ってエンドイットと。いやイドリスを全く止めれずでしたね、新たなるプロテクトキャリー構成。いやこのジャングランスがかなり、まあ、特殊なビルドパスではあったんですけれども、非常に存在感が大きい、本当にダブルキャプテンというような構成でしたね。そうですね、ダブルキャプテン、ワンキャリーっていうような本当にプロテクトキャリー構成だったなっていう風な印象を受けましたね。ただそれだけこのイドリスの火力が出せるのであれば、この構成が非常に強力だなというのを強く感じる試合でしたね。このピックの対策として用いたフォートレスでしたが、いかんせん犬の処理が早い、全くイドリスに手が届きませんでしたね。スキル1を打つ間もないですね、こう見ると。そうなんですよね、もう吠えた瞬間に魔導結界を張るので、それによって全くその意味がないというか、吠えた瞬間に A スキルが使えなくなっているので何にもできないと。いやここからムクイエは窓の扉で逆カウンター狙いました。ディバインヒールもしっかり入っているんですが、オメガも行ったんですけど、このシマストライク中の一つで全てが無に帰しましたね。ですね、一つのダメージも非常に大きい。してカイトカイトカイト引き打ち引き打ち引き打ちによっても何もできないままに落とされていくというような形で、まあ、お金差もちろんあったしレベル差もあったところではあるんですけども、そこまで大きな差になってしまったというところがね、かなり厳しかったなというふうな印象を受けますね。やはりまあ序盤がねフォートレスネックな部分であったんですけれども、6レベルで返せるような状態ではなかったですね。もうかなり序盤でランスにもうジャングル内奪われていて、なおかつもうレーンも育ってしまっていたので、まあ上で本当にランスマウントなんじゃないかっていうぐらいの圧力ありましたよね。まあ、ランスが一人
ダメージを出しているような時間でもありましたからね、それによって動けなくなったオメガ、そして上にもうどうして本当はあんまり上には行きたくないフォートレスも上に助けに行かざるを得なくなってしまったので、そうやってデトネーションのペースに持ち込んで、あとはイドリスが育ったらイドリスが大暴れするだけというような形が取れていたので、これはまた新しい形のデトネーションゲーミングの、ブルーサイド側のプロテクトキャリー構成を見たような気がしますね。いや非常に面白い構成でしたね。次の2試合目もねブルーレッドが入れ替わるということで、デトネーション何をしてくるかというのと、そしてね、GG ニュータイプセカンダー今度はある程度自分たちでブルーサイド側はまあ練っておかないとレッドサイドにカウンターを取られるということを考えて、そして自分たちはね花からも決めておいたようなピックをしないとなかなかねブルーサイドでカウンターを取るということが難しいので、まあ GG ニュータイプセカンダーこのブルーサイド何を取ってくるかというのもね注目してみたいですね。いやデトネーションゲーミングの、まあ、ピックにね翻弄されないようにしっかり自分を貫き通せるかというところも注目。さあお待たせしました、フォースマッチの2試合目 GG ニュータイプセカンド VS デトネーションゲーミング。さあブルーサイド GG ニュータイプセカンドイドリスを取る権利はありますが、さあクリスタルイドリスはね GG ニュータイプセカンドも 2.6 の頃からやっていまして、ムクイエがね、クリスタルイドリスやっているような試合もありました。さあここのファースト番ですが何を選んでくるでしょうか。 GG ニュータイプセカンド、まずはライラ、キャサリンではなかったですね。そうですね、となると初手がキャサリン回転になりそうですね。 GG ニュータイプセカンド対するデトネーションゲーミングがここでイドリスをバーンするのか、はたまたキャサリンなどをバーンするかですが、イドリスバーンです。となるとキャサリンピックになりそうですかね。 GG ニュータイプセカンドとしてはそうですね、ハードキャリーに対する全てのカウンターといってもいいこの、キャサリンの存在、ここは、一度確保しておきたいところではありますが、 GG ニュータイプセカンド何選んできますかね。それ以上に強いキャリーを確保するという可能性もあるので、まだちょっとキャサリンというわけでには分からないですけど、ストレルやブラックフェザーなどでちょっと相手のピックを流すような形を選んでくるかもしれない。さあだいぶ使いますねファーストピック、だいぶ使いますね。ボーナーサイもこれ半分、いや先ほどの試合の影響がありますか、かなり GG ニュータイプセカンド悩んでいるところだと思います。さあボーナスタイムを使っている、30秒も切っています、かなりの時間だ、大丈夫でしょうか。さあ選んだのはランス、ランス先にランス相当悩まされましたかねこれは。そうですね、なかなかいいピックが思い浮かばなかったかもしれないですね。ただ先にキャプテンを確保する、ただキャサリンではないランスを確保するというところで、相手にダブルレンジをやられてもある程度それを、キャッチしに行くような構成もできるキャラクターにしてきましたね。まあ、初手でバロンを取ってしまうとキャサリンも怖いですので、やはりキャプテンのピックっていうのが最善だったかもしれない。そうですね、そしてデトネーションゲーミングはここキャサリンを取るのかバロンを取ってプロテクトキャリー構成にしてくるかというところですが、デトネーションゲーミングも対して悩んでいるが、ここはフレックスピック、ブラックレザー、ブラックレザーもやはりこのレッドサイドファーストピックやセカンドピックに非常にいいピックになってくると思いますね。特にこの今の 2.7 パッチにおいてのブラックレザー本当に強力なので、まあ、ここもピックを先にしてきました。さあ何をバーンするかですね。この後自分たちのピックしたいものをある程度頭に浮かべているならばバーンはそれに対するカウンターをバーンしていきたいが、このランスを、まあ、怪しいと睨んでバロンを先にバーンしておくというのも、まあ、ありっちゃありですね。ただ自分たちがバロンを取る可能性もゼロではないので、まだちょっと悩んでるって感じですかね。さあお互いかなり使いましたが、ここはクラルですね。これもまた幅を広く持たせるレッドサイド側の番になったので、最終ピックにサメルなど取ってもいいし、まあ、ブラックエザーをジャングルに回してバロンでもいいしなどなど、かなりいい形ですね。かなりピックが広くなりましたね。さあ対する GG ニュータイプセカンドはキャプテン攻め、さあライラ・グレイスのヒール系のキャプテンは抑えている。ここはアーダンやキャサリンなども空いている状況です。さあどうするかデトネーション、まあ、ここはキャプテンを取ってくると思いますね。ブラックエザーを初手で取るならばそのフレックスピックを生かさないと意味があんまりないので、なるほど、キャプテンを取った方がいいかなと思いますね。そして最後相手のを見てジャングルか、キャリーかと、おっと思いましたが、先にケストレルですか。ただ一応フレックスですね。これもどちらがレーンか、ジャングルかどっちに行ってもおかしくないので、そしてそれぞれ色も両方ともできるというところで、新しいタイプのフレックスピックにしてきましたね。まあ、しかしヒーローの特徴というものはまあ抑えられるの で、ね、ピックのやりやすさっていうのはあると思いますが、仮にニュータイプセカンド、まあどちらにせよケストレルはタカなどには弱いので、もうそうですね、さあタカ、これでいいと思いますね。キャプテンランス、ジャングラータカのキャリーですね。何を取るか、
これを見てバロンなどは取れるかどうかですけれども、ブラックエザーから逃げる自信がある。ブラックそうなるとブラックエザーレーンキャリーウェポンでジャングルクリスタルになるかなと思うので、相当そのレーン上での圧力が強くなるので、まあ、バロンはちょっとその圧力の中ファームをしっかりできるという自信がちょっとリスクを感じましたかね。ないといけないと思いますね。それでもなおできるっていう自信があるならばバロンでよかったんですけど、まあ、ちょっとその自信はないなら、まあ、ボックスの方が安定かなと。ここはボックスを選んできました。どちらがキャリーに来てもやりやすいですからね、ボックスであれば。さあ、そしてキャプテン何を選ぶか。アーダンなどが、まあ、従来の、うん、まあ、定石ということで、ここはアーダンを選んできました。うん、ちょっとどっちがレーンに来てどっちがジャングルに行くか分かんないなっていう感じなんですけど、まあ、相手もワンレンジワンメレーの構成ということで、まあ、どちらを置いてもまあ一長一短あるというような形ですので、まあ、タカに対して消し取れるクリスタルで下がれるならばそれでもいいというところですよね。そうですね、タカ VS ケストレルでクリスタルでも勝てるならジャングルが本当に一番強いと思いますね。多分あのブラックエザーもクリスタルにするとかなり柔らかいので、まあ、ウェポンケストレルもクリスタルブラックエザーも柔らかくてタカとのワンオンワン勝てないっていうよりかはウェポンブラックエザーにしてある程度硬くしてタカとのワンオンワンはブラックエザーは絶対勝てるけど、ケストレルさえ逃げ切れれば、まあ、あのブラックエザーが暴れ回ってくれるっていう構成にできるので、まあ、できればジャングルにケストレル持ってってキャリーブラックエザーの方がいいかなとは思いますが、そうなるとケストレルの、まあ、苦労というのが、まあ、負担が相当でかくなるかなと思って、うん、そうですね、視界などでしっかりビビクイズも、まあ、ケストレルを、ね、クリアリングしていかないといけませんし、まあ、タカをしっかりと見つけてケストレルがしっかりと逃げていい立ち位置を取れないと、うん、タカ一人に蹂躙されてしまう形も見えてくるので、ええ、まあ、ちょっとどちらがどちらを使うかというのはデトネーションはまだあの試合の中に行ってみないとわからないところではあると思います。まあ、どちらにもね、あのいいところと悪いところっていうのはあると思うので、まあ、どちらのいいところと悪いところを取るか取捨選択っていうのはちょっと、ね、楽しみみたいですかね。さあね、2手目でキャリージャングラーを確定させてきたデトネーションゲーミングということですので、これがね果たして、まあ、相手にねピックを誘導させるようなタカなどを取らせるという意味合いがあるのかもしれません。そのシーンというものをこの2試合目の試合の方でねぜひ体現していただきたいですね。そうですね、まあ、プレーの中でねしっかりタカ対策ができればデトネーションが勝つし、タカがしっかりと暴れ回れば GG ニュータイプセカンドが勝つと思うので、うん、まあ、プレーの中でね自分たちの構成の強い時間帯を生かせるかどうかっていうところを一番注目してね見ていきたいと思いますね。さあ、まもなく試合スタートとなります。皆様大変お待たせいたしました。フォースマッチの2試合目、デトネーションゲーミング VS GG ニュータイプセカンド試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイド GG ニュータイプセカンドとなっております。さあアンケートの結果は 79% でデトネーションゲーミング優勢ということになっております。さあそしてレベル1はムック選手はこれは後ろからやりますが、おっとデトネーションゲーミングも奥には入りに行かないですね。さあそして GG ニュータイプセカンド、当然ジャングルのファーム速度の差があるので先にグループアップできるようにこれは上にオメガは陣取ると。そうですね、そしてムック選手はナイフ2本スタートでファームも早めつつ小規模戦でも戦えるようなビルドにしてきましたね。さあかなり気合の入っているビビクイズだがこれ以上は何もできない。さあここはキャリージャングラーユーズにファームしているので、で結局蓋を開けてみればタツキ選手が、ジャングルケストレルをしてきましたね。そうですね、これはもうタカに対してもしっかり戦えるという意味合いなんでしょうか。さあそしてデトネーションが先にプッシュを仕切ってというか上には上がらなかったですね、ビビロイヤル選手はね。なのでジャングルを2人で買った、ま、後にだいぶ損してますね。さあこれはエルダーを取らないとちょっと示しがつかないぐらいの、まあ、レーン状況ですけれども、あんまりいい、ビビロイヤルも帰りたそうにはしているが、ただ戦うならば2対3はもちろん厳しいので何かは取りたいですね。ここまで来たらちょっとデトネーションとしてはこれ実感のただただロストになってしまってますね。いやいい翻弄ができました GG ニュータイプセカンド。そうですね、低レベル対弱いタカっていうのをしっかりとケアしながら相手のキャリーにファームをさせないような形も取れているので、しかもこれレーンの状況は今度はデトネーションゲーミングがプッシュレーンになるのでオメガ選手としてもしっかりファームができますよね、ええ、そうなると今の動き一連の動きで美味しい思いをしているのは GG ニュータイプセカンド側でしょうね。さあこれでパルスなどでまあ、ブックオブユーロジがありますが少し圧力をかけつつと、さあビビクイズにもしっかりダメージを与えている。一つも湧いているが、さあしかしビビロイヤがしっかり睨んでいる。オメガにビビクイズを合わせてフォーカスは出せませんね。さあ上では互角に近い戦い、下はエルダー触り始めましたね。たださあ
ヒルダーを重要視しているムクリエ、当然奪いに行くか、しかし間に合わず。気づけてなかったですかね、エルダー触れてるのが。気づいた時にはちょっともう HP 的に厳しかったですね。そしてリコール。さあデトネーションゲーミーが全員リコール。その間にGGニュータイプセカンドはしっかりとプッシュをしていくが、でこれ押し付けてからリコールしたいですね。GGニュータイプセカンドサイドもですね、物資を見ていないと分かったらここは一気に押しますが、ここは間に合ってしまう。おっとリコール阻害しますね。さあ逆に狙いにさあ足とさ当たっているが、しかしオンポイントと守護者の契約で最小限のダメージしか与えられない。さらにバーブルニードルを持っているので、このまま殴り続けると分が悪いが、さあ狙いはタツキはミナミを睨んでいる。狙える敵から狙ってますかね、タツキ選手は。無理をしてオメガから狙うというよりかは狙える敵をしっかり狙ってますね。さあここはたまらずリコールをしていく。さあ3人でプッシュしていく。地雷でバレている。さあ殴れない。さあミストで姿を見せて南に前段。さあ4発目は報い家。さあ回転で圧力をかけていくが、グリマーショットの圧力。さあムクもスタンダーアウェイを決めています。さあ角で飛び込んでいく。さあしかしヴァンガードで下がります。ちょっとケストリルが強いですねこの時間帯。やはり一方的にダメージを与えることができるので、かなりタツキケストリルが4分前にして、このタレットの削れ具合、一つ当たっていない、避けられている。さあオメガに対してもこのダメージ。さあここでジャングルが活性化です。ようやくザツキ選手のエナジーが切れてくれたことを、まあ、きっかけにこの勝負は一旦お開きになりそうですね。ここはプッシュして、まあ、買い物に行くでしょう。逆に GG ニュータイプセカンドもこれでようやく倍に行く時間を作ることができますね。ストームガード持ってるので、あとただ消去になりそうだ。しかし取ったのはトタナビビロイヤルだが、ここはブーツを使って下がりますが、ビビクイズは逃げられず。さあファーストブラッドを獲得したのは GG ニュータイプセカンド。これちょっと無理をしたところをしっかりとキルを取ることができたので、いい動きになりましたね。長期ステイという結果になってしまいました。そうですね。オメガはこれはタイランツに行きますか。このビルドはブレーキングポイントタイランツじゃないですかね。行きそうじゃないですかね。うおっと危ない。いやブラックフェザーがいる中ですが、バースを選んできましたか。ケスリルをどうにかして落とさないといけないということでしょうね。タカとブラ、ボックス2人合わせて一気にケスリルを削りに行くと。なるほど。さあフレアでバレてしまっているが、さあ一つ当たっている。キャリージ2人当たっているが、止まりながらもグリマーショットを打ち続ける。さあ南が一瞬で解けます。高校で1キロ獲得。デトネーションゲーミング、まだ XS は湧いていない。オンポイント2人当たっている。やっと湧いたぞ XS。 グリマーショット、いやオメガがなんというダメージだ。かなり苦しい。ビビクイズがタレットのターゲットをもらってる間、ミニオンのミニオンはやられずに、さあここは破壊することに成功と。序盤の決定の強み完全に生かされてますね。5分台で折れてしまったと。なるほど、ついですね。 GG のダブセカンド、まだまだタカが持つポテンシャルを完全に発揮しきる前に折り切られてしまっているので、いやあと少しだったんですが、この5分台でギリギリファーストタレットを折られてしまいましたね。そうですね、ようやくタカが圧力を作り出せるレベル6かなってタイミングでやられてしまいましたね。惜しかったですね。さあ飛び込むか。いやしかし行かない。さすがに分が悪いです。さあまあ GG ネタイプセカンド、これからは押し込まれて金鉱山などをされてしまう可能性が高いので、まあレーンを極力プッシュプッシュでプッシュし続けておくか、もしくはこうしてある程度位置で止めておくかの方がいいですね。ですね。さあ石井さんのダメージ非常に大きい。これはちょっと下がらず、ファースト K ボックス。さあミスト、やっ当たっている。危ない。南を貫通して最後はヴァンガードでフィニッシュ。なんということだ、隙を塗られた。やられましたね、完全にやられてしまいました。これはミスになってしまう。さあセカンドタレット、さあムクイエが必死でこの処理するが、ムクイエもやられかねない。さあこの間にリュウユウとセカンドタレットを破壊していきます。デトネーションゲーミング、6分7分になるギリギリで折れたので、1本目折れてからわずか1分ほどで折れてしまいましたね。いやーエースゲーミングのような動きになっていますね。かなりきついですね。タレット前でずっと決戦に圧力を作り出し続けられているので、こうなると高が飛び込むスペースもないですよね。さあ石一冊はうまく避けましたが、
サムクいけませんね。飛び込んだ時にはもうすでに誰かしらが落とされたりとか、落とされる寸前の HP になっちまってるので、なかなかその飛び込めるぞってタイミングと、よし行こうっていう風になるタイミングがなかなかつかめてないですよね、今のところ。ええ、それがかなり厳しい面点かなとすごく覚えますね。さあ間もなく8分という場面でございますが、さあお金差はもう間もなく 4K に差し掛かるかというところ、かなりの差にはなりましたが、これ以上広げられなければまだ可能性はあるか。そうですね、これ以上お金差を広げられずに、逆にムック選手かなりビルドは揃ってきているので、一気にバーストでケストレイを落としきれるような手段戦が作れれば、まだまだ GG ニュータイプセカンドが勝つ可能性というのも大きく残ってるかなと思いますね。そうですね、しっかりと、まあ、ボックスもダメージを出せるようになればまだあると思いますが、さあ角いんだが、さあここは一度下がります、ファームに戻りますが、金鉱山そしてジャングルに圧力をかける準備ができていますね。当然金鉱山触る気でいると思いますが、ただ GG ニュータイプセカンドもかなりプッシュをして前目の立ち位置を取っているので、なかなか金鉱山エクセス構えたぞ。さあおっと、足止めが効いている、一つが当たったようですね。ただいや、しかし一瞬でガントレットに引っかかってしまったので、オメガもやれてしまう。さあキャリーとジャングラーの交代になってしまいました。1-1効果にはなりました。いや、よくキャッチしましたけれども、しかし足りずですね。やはりあの一瞬で落とし切っている間にボックスもダメージを食らわないようにしないと。おっと、田中沖田、さあ X から外視野も決めている、ストーツも入っている、オンポイントで回復しているが、さあ一視一殺の援護、さあブースを使ってなんとか下がる。フェイントアートは、いや、オンポイントでフィニッシュ、しっかり当てましたビビロイヤル。さあこれによって1キロ獲得です。いい援護が届きましたね。遠くから贈り物が届いたみたいな感じでしたけど、完璧なドンピシャのここっていうところに一視一殺届きましたね。いやー、まあそうですね、見えているいながらの一視一殺なのでかなり当てやすいブーでありましたが、よくあの足の速いタブに対して当てたと。 まさか来るとは思ってないでしょうね、相手としても。ここで集団戦やってて、ケットで湧いたのは分かっていたとしても、そんなすぐ一視一殺来ると思ってなかったと思いますし、しかも前に出ていたランスじゃなくて、その奥にいた鷹にちょっとずれていたところに当たってしまったので、一気に HP 的に厳しくなりましたね。さあ10分が経過しようというタイミングですが、さあお金差は、まだ 4.、まあ、約 5K に差し掛かるかという場面。さあ BB クイズが外車で大きなダメージもらってしまいますが、さあここはサードタレットもいきますか。グリマショット当たっている、姿が見えてしまった。ムグさあオンポイント、グリマショットなどでサードタレット、そしてヒーローに対する圧力、近づけない、近づけないですね。ここはブッシュなどもないので、タカ的には相当やりづらい。クレアがたかれていると何もできません。さあ一つ当たっているが、さあ苦しいぶつかっている。さあ XS に合わせてブースで下がって、タツキに届かず、一瞬殺決めている。南がやられる。さあこれによってサードタレットもどうだ、守りきるか。さあオンポイント当たっているが、かまわず突っ込めるか。おっとビークイズちょっと止まってますね。さあしかし変わらず強く突き続ける。おっとこれは振りか、おお止まった振り、止まった振りでしたね。まあしかし結果的にはまあガントレットで一回タカを下がらせたこともあり、下がらせましたが、まあはい、そうですね、それによってサルタイトを折ったという形ですかね。完全に止まってしまったかと思いましたね、今びっくりしましたね。ガントレットもすごい人になってしまったからね、突然動き出したので。そしてあれはちょっとタカとしてもね、あ動いてないなって思ってしまっていたと思うので、かなり引っかかったなって感じでしたけど、まあ悠々そんなことが関係あったかないかはちょっと微妙なくらい悠々折れてしまったので。そうですね、まあなかったと思いますが、ここはサルタレットしっかり折りましたね。そうですね、そこまでものすごい大きなありにはなってなかったかもしれないですけど、まあちょっとまたしても先ほど1試合目と同じですね。クリスタルキャリーがもう育ちに育っているので、そうですね、ここでクロックワークまで入るとちょっと一視一殺の頻度も20秒ちょっとくらいに一発になるので、23-4秒だったと思うので、かなり恐ろしくなりますね。そうですね、もうバシバシ打ってくるので、24秒に1回当たってしまうとそのためにリコールを考えさせられるというのはかなりきついですよね。さあどうだ、 XS は入っているが、さあしかし隠れられてしまう。ガントレット合わされた。さあグリマショット、クリスタルセントリー越しの貫通で、さあこれ斜め打ちで南が届く。しかもこれビビロイヤルが
必死でブーツで下がりました。 GG ニュータイプセカンドの両キャリー陣きついですね。ケストレルに届かないですね。レーンプッシュしてこれは均衡台になるでしょうか。さあ13分になるところですが、 7K に差し掛かるお金差ですか。かなりの差だと思いますよ。おっとまた奪います。盗まれた。ジャングラーとしては相当嫌です。マネクイエ3発当たりましたね。逆にカウンター狙いたいが、しかし他のやつもいるかもしれないと思うといけない。いやさあムクを閉じ込めている。さあしかしなんとかここはうまい。おっとこれは助けすごい。なんだあの隙を塗ったような一死殺は一人完結しましたね。一人でソロキルですね実質。さあよくね日本の日本一のジャングラーはどちらかと比べられる2人ですが、今回はタツキ選手が制したという形になりますね。いやもうかなりこの今の今日のマッチ4に関してはタツキ選手が押しているのは間違いないと思いますけど、ただまあタカというのを考えるとまだワンチャンスずっと残り続けるキャラクターではあるので、まあデトネーションとしても あんまりにも甘えすぎると GG ニュータイプセカンドの痛い反撃は待ってるかなと思うのでですね。防具はほとんど積んでいないケストレルですから、このブラックフェザーアーダンの隙を縫ってしっかりピールする CC などはないですからね。うわこれで帰らされますからね。20秒に1回これによって攻めのリズムが崩されプッシュレーンのような状況を作らされてしまうということもあります。まあレーン上が、まあ、ずっといい状況を作り続け、なおかつこの金鉱山などのオブジェクトにもつなげられるので、さあ金鉱山やってることは気づいた。たださあタツキの圧力取りに行けないですね。タツキ選手がいるのを分かるだけで。大量のゴールドボーナスを獲得したのはデトネーションゲーミングということになりました。これセントリーやりたそうな動きしますね。してますね。相手を確認して、しかし地雷があるが、さあそんなことは関係なしにクリスタルセントリーをやるでしょう。手を取り切って、これも手は出せないですね。ちょっと厳しいですね。 GG ニュータイプセカンド的には、まあ、ターシも先ほどと同じでレベル差がきついので、まずオメガ選手のレベルまだ10なので、これでは持っているポテンシャルが全然違いますよね。レベル12のキャリー2人に対してレベル11と10のキャリーなので、かなり GG ニュータイプセカンドとしては今は戦うのは厳しい時間帯だと思います。さあ1視察1発目は避けました。ただ20秒後にまた湧くので、これにも注意をしなければいけないというところですね。さあ今回ビビクイズヌルウェーブガントレットを見ましたか。これ見てないですか。いやしかし気づいている。外車で入ったがブーツを使う下がる。いや見えない。さあミスト多いタックル渋れ。南がボディブロックが上からビビロイヤル。さあ今度はビビロイヤルフォーカスがガントレット回ってしまっている。さあヌルウェーブガントレットも決まっているが、さあどうだ外車も決めているが、なんとか生き残ったが一瞬またしても当たっている。そしてビビロイヤルが南を倒して残った。ムクイエ回転でなんとか逃げたいが、さあここはビビロイヤルが最後しっかり見て、またしても 3-0 のエースを獲得したのデトネーションゲーミング。いやこれは終わるでしょうね。またしても一進殺が見えてるかのような一進殺でしたね。決まりますね。スプリングの頃からタツキのクリスタルケースで強かったですけど、この 2.7 パッチでもまだまだ健在というのが伺える。非常に、まあ、2つの、ね、戦略を今回見せてくれたわけですが、幅の広いチームになってデトネーションゲーミング、準決勝進出という結果になりました。おめでとうございます。また明日も楽しみな試合ですけれども、ちょっとここまでの差があるかってくらい大きな差を見せつけられる試合になってしまいましたね。いやこの